口止め料を返すからトランプとの関係の真実を暴露したいと言っているポルノ女優ストーミー・ダニエルズとの醜聞も序の口。ドナルド・トランプ米大統領とポルノ女優ストーミー・ダニエルズ本名ステファニー・クリフォードの関係が世間を騒がせている。2人はかつて不倫関係にあり、大統領選前にはトランプ側が口止め料を払っていたとされる。ファーストレディのメラニアは夫とダニエルズの関係について知っていたのか。これまで一切沈黙を守っているのは知っている証拠だろう。少なくともニューヨークタイムズ紙の論説コラムニストチャールズ・M・ブロウはそう考えている。そして3月11日付日曜版のコラムでは、メラニアは知っていたという見出しを掲げ、トランプの不倫疑惑を取り上げた。ブロウはトランプが2006年から2007年にかけてダニエルズと関係を持ち、妻でファーストレディのメラニアを裏切っていたとされる報道について、実を言うと私が何よりも気になるのは不倫のことではないと書いている。ブロウに言わせればそれは彼らの問題だという。ならば一番気になるのは何なのか。メラニアが夫がどんな男かを十分分かっていたことだ。ブロウの指摘によると、トランプがダニエルズと関係を持ったとされるのは、彼が他にもハレンチな行動をとっていた時期と重なる。メラニアと結婚して約9ヶ月後の2005年9月、テレビ番組アクセスハリウッドに出演した時には、スターなら女性に何をしても許されると自慢する発言が録音されている。結婚当初から本性を表していた。メラニアは当時妊娠中だった。その翌年、ダニエルズとの関係が始まったとされる時期の数ヶ月前には、トランプの口からイバンカが自分の娘でなかったらデートしていたという悪名高い発言が飛び出した。トランプは2004年の結婚当初からメラニアに対して本性を表していたのだ。たとえメラニアが最初は夫の浮気に気づいていなかったとしても、今は違う。メディアではダニエルズとの不倫やトランプとの関係を口外しないとする合意に彼女が署名したことなどが盛んに報じられている。さらにダニエルズはその合意の無効を求めて訴訟を起こしており、それに関する質問がホワイトハウスに押し寄せている。ダニエルズは3月12日には疑惑について自由に発言したいとの理由で口止め料の返却を申し出ている。 MeToo 運動の中、トランプが19人もの女性からセクハラを訴えられていることも忘れてはならない。トランプとファーストレディの夫婦関係に関して世間は常に強い関心を示してきたが、ダニエルズをめぐる疑惑の発覚により、夫妻にはこれまでにないほどの好奇の目が注がれている。今年1月、トランプ夫妻が13回目の結婚記念日を迎えた。まさにその日、メラニアはスイスで開催されている世界経済フォーラム年次総会ダボス会議に出席中のトランプに合流する計画をキャンセルした。ダニエルズのことが原因ではないかという噂が広がったメラニアの広報担当者は否定する。メラニアはなぜ別れないのか理解に苦しむとブロウは書く。二人の間に何か了解があるのか、感情的に融通が効くのか、経済的な依存のせいか。女性を物のように扱うトランプは人間としてゲノゲなのに、とブロウは言う。